ごめん、急な仕事が入って遅れた。ほんとごめん。ああ、いや、大したことじゃないんだ。俺の確認が必要でちょっと時間がかかっただけ。大丈夫、もう全部片付けたから。それでさ、遅れてきたお詫びにプレゼントを用意したんだ。なんだと思う？じゃーん、特製フォンダンケーキ。あんたの顔そっくりの特注ケーキを作ってもらった。どう？似てるだろう？え？変な顔？どこが？こんなに可愛いのに。わざわざとっておきの寝顔の写真を選んだんだぞ。いつの間にそんな写真を撮った？それはこの前事務室であんたが寝落ちてた時とか。それより好きじゃないなら他のを用意。え、気に入った？ならよかった。あんたが喜んでくれるなら俺も嬉しいから。